なるほど、ここに出すのか。忘れていたぞ。少々お待ちください。これか。はい。値段が5190円でございます。ございます。はい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 、では、おすすめお願いします。はい。今、ちなみに私 S 履いてるんですが、うん、これはほんとまあ、ペッタンコなんでヒールが全然ないので、足は超楽です。うん、そしてここ の, あの編み込み部分も結構柔らかいので本当に履きやすくて、うんうん、なんか私結構長時間履いてたりしたんですけど全然足は痛くならなかったです。うん、で結構ここがねやっぱしっかり止まってるのでなんていうのかな、なんか結構足なんかサンダルタイプ、何スリッパタイプって結構足がなんかパカパカ言ったりして疲れたりするんですけど、これやっぱ固定されてる分すごい履きやすくて足の疲れもそこまでしないかなと思います。はい。でここ自体もここのところも柔らかいのでそこまで靴ずれの心配もないんじゃないかなって思うと、ちょっとここ着脱がここを引っ掛けるタイプ、うんうん、見えるかな、うん、こんな感じで引っ掛けるタイプなので結構着脱もすごく楽で、はい、一応ここねベルトっぽく方式ベルトっぽくなってるのでここの調節とかもしていただけます。はい、はい、まあ、何より今年トレンドですし、そうね、ぜひ ね、そうグルカ、でも本当にこれがや多分これで分かるかも、結構柔らかくて本当履きやすいので、うん、ぜひ今年は一足持っていただきたいアイテムかなと思います。はい、はい、そう、合皮でございます。はい、ございます。うん、うん、そうそう、ソールは合成ゴムでございます。はい、はい、です。そう、もぴちゃんが先出ししてたやつでございます。そうなんです。可愛くて先出ししておりました。はい、で、歩くと音するって歩いて、まあ素材の音、そうですね、まあなんかペチペチ言ってる、なんか結構 B さんとかなんかパタ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 言うけど、うん、そういう音はせえへん、うん、しないですね、喋らなくなってみますね。はい、みたいな感じなので、そんなになんか、うん、多分サンダルの突っかけとかのペタとかよりは全然マシな気がします。うんうん、はい、でもこれもなんかもうちょっとなんか多分合皮なので多分馴染んできたらもうちょっとなんか音もしなくなるんじゃないかなと思うんですが、確かに、うん、パタパタ感は全然ないですね。うん、はい、と汗かくと足でぴったりつく感じありますか。あー、一応ソールもね多分これ合皮なんかな、うん、合皮なのでちょっとくっつくかもしれないが、うんうん、まあでもそんな分なんかお手入れとかはしやすいと思います。そうね、なんかクッションとかだと結構汗染み込んじゃってなんかね、あんま衛生的に良くなかったりするんですけど、うんうん、結構拭けば結構お手入れはしやすい方じゃないかなとは思います。はい、はい、これねサイズが SML はい、があるんですけど、サンプルのが L がなくてですね。そうなんです。そうなんですよ。なので多分私 24.5 でおそらく絶対 ML、うんうん、なので M を履くのはねちょっと至難の技といいますか。そうなんです、ちょっとサンプルがね本当は発売は L もあるんですけど、ちょっとサンプルが S と M しかご用意できなくて。そうなんですよ、だからもうこうM も入んないんですけど、どうだろうな、なんかそうだな、なのでちょっと私と同じサイズの方のお伝えできないのが心苦しいのですが、ちょっとねこの親指のこの出てるところがいい感じでこの網で出てくるからいけるんじゃないかなっていうのと、うんうん、さっきもぴちゃんが言ってくれたようにゴムがめちゃくちゃ柔らかい、うん、合皮、うん、の部分がすごい柔らかい合皮なので馴染んで きそうだなっていう感じはあります、うんうん、M で縦幅がこんだけぺったりなので多分絶対 L なんですけど、確かにね、ゆうちゃん L やと思う、 L なのでね、ちょっとねわかんないんですけど、そうですね、でもなんか絶対無理そうな感じはないです、うんうんうん、はい、です、ごめんなさい、はい、すいません、はい、また L ちょっとご用意できたらその時はご紹介しようと思います、すいません、はい、うんうん、足の甲部分擦れませんか、三日月さん。そうですね、私は特に甲高とかではないので、うんうん、そんな擦れてる感じはなくて、内側もこんな感じでなんかチクチク感とかも見えるかな、こうか、こうか、画面ちょっとあ、すいません、すいません、酔わせてごめんなさい、こうしよう、こんな感じで内側もなんかほんと編み込んである感じ、うんうんうん、なのでそんななんか擦れて痛いとかはないかなと思います。内側もこんな感じで合皮なので、うんうん、そんな擦れて痛いっていうのはないかなと思います。あとすごい軽いですこれは、うん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 、軽いから足の疲れとかもほんとしないと思いますよ。はい、うんうん、そうですね、 M でも私結構ピチだったね全然痛くはないので大丈夫です、はい、またサンプルがもし
手に入ればお伝えできればなと思っております。思います。うん、ちなみに私は足 S でちょうどですね、うんうん、そして私よくなんかネイルとかはげてるんですけど、これだったら見えへんから。確かに、ちょうどネイル触れそうでよきって。そう、いやそうですよね。ザッツライトですね。ザッツライトです。そうそう、今日も私ちょっとはげてるんですけど、見えてないと思うんですけど。今年結構グルか、うん、なんか革靴だと結構暑いので、うんうん、サンダルだとちょっとカジュアルすぎるっていう大人のためのサンダルらしいですよ。お、なるほどね、はい、確かに。着脱は楽ですか？楽ですね、ここで引っ掛けるだけなので、うん、あの、まあ、普通の板ってちょっとここでゴムもなってるので、なんかわざわざこのベルトを通さない、ね、通し直さないといけないってわけじゃないので、ここ引っ掛けるだけなので、うん、はい、着脱がすごく楽です。はい、うんうん、あ、可愛くて足が多いから大きいから、私また教えますね。はい、うん、では、はい、こんな感じでいけるかな。黒も履いてみよう。黒じゃん、ブラウン可愛いよね。可愛いよね。私でも結構欲しいんだよな。私も欲しいんだな。サイズが合えたな。ブラウンはこんな感じ。可愛い。可愛いですね、うん。結構柔らかめのなんか濃いブラウンって感じじゃないので、本当にキャメルっぽい感じなので、結構柔らかい印象にはなるかな。スタッフの調節は2段階できますかね。1、2、3、4、5。あ、めっちゃある。ある。めっちゃある。こんな感じ。黒だから見づらいか。こっちの方が見える？あ、見える？あ、ここ、1、2、お、隠れてた。3、4、5、隠れてた。こうですって、うん、じゃあ結構一番大きくしたら私頑張ったら今履けるかもしれないですね。あ、確かに。うん、な感じなんで、ここ高高さんとかここちょっと緩めたらいい感じですね。うんうんうん、確かに。うん、いいかなと思います。ちなみにここの金具は全部ゴールですね。ね、そう、はい、私も3つだと思った。5個も隠れていましたよ。そう、嬉しいですね。隠れてました。隠れです。はい、てな感じで大丈夫ですか ね。では画面を出そうと思います。はい。